韓国政府筋は15日、北朝鮮が今月11日から12月7日まで、東部元山沖合の日本海の広い範囲に航行禁止区域を設定していると明らかにした。弾道ミサイルを発射する可能性があるとみて、韓国が警戒を強めている。連合ニュースが報じた。ただ同筋は、北朝鮮は8月に韓国と緊張が高まった後、毎月日本海に航行禁止区域を設定した連装ロケット砲などを海岸辺に展開する訓練を行ってきたが、発射はしていないとも指摘した。別の消息筋は、潜水艦発射弾道ミサイル、SLBM の発射実験が行われる可能性も排除できないとしている。北朝鮮は8月以降、航行禁止区域を設定するたびに、艦対艦ミサイルや、新型の口径 300mm の多連装ロケット砲を周辺で展開してきたという共同。よろしければチャンネル登録をお願いします。スマホの方は動画の下のチャンネル登録からお願いします。